これ何なんだろう。レモングラス、ボディミストか。ボディミストか。こんばんは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 。やっほい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと引き出しの中をガサガサしております。これで こんばんは。
こんばんは。みりんが19時半をお知らせします。ちょっと帰ってきた時にめちゃくちゃ汗だくだったので、一旦お風呂に入った後です。はい、ちょっと髪乾かしただけでまだ全然髪の毛とかボサボサなんで、ちょっとできたら最初から見ている心優しいあなたは、なんかそう動画とかスクショとかで拡散しないでもらえると嬉しいです。そうすると配信しやすくなります。なんかわざわざそのがっつりメイクして、あの配信しないといけないみたいな、なんかこう気負いせずに楽に配信ができるので、協力よろしくお願いします。多分拡散してる人とかはね、私の配信あんまり見てない人とかだと思うので、だからもしなんかよかったらトラブルにならない範囲で、みんなもなんかそう盛り上がってたよって言ってもらえると嬉しいです。拡散しないけど可愛い、ありがとう、優しいね、ありがとうございます。そして、なんかいろいろ引き出しの中を整理しようと思ってみました、思ってみました。でもちょっと落ち着いたらアイロンしよっかな。ヘアアイロンしましょうかな。しましょうかな。あとリップは塗ってます。とすっぴんというわけではない。そうだよ。はい、今日も暑かったですね。本当に。ございましたね。でちょっと、うん、ああ、何枚かなんかに取る。はあ、うん。暑すぎましたね今日。広島はね、でも割と曇りだったかな。ちょっと風もありましたね。そんな感じでした。皆さんも気をつけて。ね。感じですね。ねえ、熱々でしたね。ちょっとメールの写真送ってます。そう、昨日全然送れなかったからちょっとメール送りつつ、
体を冷やしつつ、なんか靴下の断捨離をしてました、さっきまで。そう、靴下がまあめちゃくちゃありまして、まあ私はその片っぽさなくなってても別に捨てないじゃん。だからあんまり靴下を捨てるっていうことがないんだよね、基本。そう、だからどんどんなんかもうずっと何年使ってるんだろうみたいな靴下がいっぱいあって、そうなの。だからもうめっちゃ毛玉ってるやつとかは捨てちゃおっかなって感じ。そう、毛玉っててもそう捨てないから別に。そう、なんか最近サンダルが多くて靴下履かないので、なんか今のうちにそう断捨離して、まあ靴下が必要な季節になったら新しいの買ったらいいかなって感じ。最近全然靴下買ってなくって、ファンから送られてくることあるの靴下、いやもう意外とないな、本当に数回とか。全くないわけじゃないけど意外とないな。多分私がいっぱい靴下持ってるだろうってみんなもそう思ってるのかね。あ、こたつ靴下とか、はあったあった。私がねすごいいいよって言ってたから回って多分そうくださったりとかもあるけど、あんまりないな。だからそう靴下が必要な時期っていうか、まあでもレッスンで履くんだけどね、レッスンシューズの時に使うから全部は捨てないんだけど、そうそう。だからなんかもし滝野のねプレゼントに迷った方は靴下でも今は喜ばれます。今はってもともと喜ぶけど、そう今断捨離の時期なんで、そうそうくださいっていうわけではなくって、全くそう、なんかやっぱりすごいね、なんかあげたいけどでも何あげたらいいかわかんないっていう声をやっぱりそのお話し会とかでもすごく聞くので、なんか自分もあこれ自分で買おうかなとか、これあったら嬉しいなって思ったものはちょくちょくなんか言っておこうと思って、そしたらなんかね今後なんか例えばお誕生日プレゼントとかわかんないけど、なんかあげようかなって思いついた時に、あそういえばこう言ってたなみたいな、何かねこう永遠と悩まずに済むかなって思って、ね、キャラクターものはねそこまで履かないかな。シンプルなのの方が組み合わせやすいのでそう組み合わせるのでね、私は。あ、片っぽになっても履いてくれるから、そう片っぽになっても履きます、安心してください、安心してください。靴下はいっぱい履きます。断捨離していこうと思います。
ょっと安かったからとかで買ったやつが意外と肌に合わなかったりして私、もったいないけど、でもね、これからね、ずっと大事な時期だからもう使わないものとかは捨てちゃおうかなと思う。なんか取ってても結局自分で使わないし、って感じ。そうなの。どうかな、これ多分、あ、今日これ使おう、今日このバッグ使おう。そしたらバッグ、このね、ここの引き出し実は右が美容系が詰まってて、なんで美容系が詰まってるかっていうと、スチーマーもここでやるから、なんかここに美容、右は美容にしようと思って右は美容にしてます。その休息時間とかもそういう、なんかそういう系が全部入ってるな。あ、いっぱいあるんだよね。なんか試供品とかも入ってて、あ、これなんか、ね、メイク落とし軽くタオルドレイした肌に、はい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 、懐かしいな、これ懐かしいなっていつだよって感じ。これ使っちゃおうもんね。歯のケースに入ってる。その矯正の時にこことこことこことここを抜いてて、ここに入れてるんです。ケースに入れてる。ケースに入れて、ここに入れて。あ、かわいいさくらんぼのニヤリくれて。よいしょ。あ、かわいい。
お泊まりの時に入れといて、あ、忘れたって時に使ってたりします。意外となんか美容系ってなんか消費期限っていうかさ、期限書いてないものが多くって、そのそうなんだよね、なんか捨てないとずっと使いそうになっちゃうから、そう、これもういつ買ったっけなって思い出せないものはもう捨てちゃうことにしてます。そう、書いてないことが多くって、でもね、ちゃんとなんか決まってるのよ。だいたい例えばファンデーションはこのぐらい、開封してからこのぐらいとかって決まってはいるんだけど、英語だろうな、なんか英語とタイ語かな、これは。あ、めっちゃいい匂い。これ虫よけかな。なんかレモングラスの、レモングラスって虫除けになりません？めっちゃいい匂いする。ね、そうだよね、レモングラスって、だった気がする。レモングラス虫除け、あ、そう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 、レモングラスの匂いはね、なんか虫がね嫌いなんだって。
害虫をよりつきにくくするって。そう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 、あ、そうだからね、そうなの、虫よけにいいんだよ。おしゃれしつつ虫よけもできちゃうっていう。あ、いい匂い。まあボディミストなので空間にするのは今のやり方間違ってると思うので、あ、真似はしないでください。むせない、むせるやつはね、これだよ、これだよ、これ。自分から見せに行くタイプ。そして手の消毒、めっちゃスプレーあるやんって話じゃない。そう、私が見せたやつはこれはなんか人にやるやつじゃなくて空間とかにやるやつ。お待たせしやして、しやして、そういえば24時間テレビの申し込みが今日のお昼までだったみたいですね。私全然告知できてなかった。私が今日のね12時までだったんだけど、私がはそういえばあれっていつまでって思ったのがもう2時とかで、あーみんなごめんってなったけど、行く人はちゃんと申し込めたかな、申し込んだちゃんと。申し込みました、えらい、本当にえらい。きっと告知された時にもう申し込んでたんだろうな、うすぎる。さすがすぎる、ありがとう。
ご縁がありますようにね。ご縁がありますように。でもアスピラートでやるって書いてあったよね。アスピラートってあれ何人入るんだろう。500人とか。アスピラートいっぱいいって靴だったっけな。アスピラート、1階席450、2階152だって。あれ結構なキャパだね。600ぐらいかなね。なんかそんな感じでした。そんな感じだ。すごい結構広い。私はスピラットで演奏会とかしたことあるんだよ。懐かしいな。すごくね、綺麗なところです。あ、ちなみに7月17日のお話し会の振り替えが今日の20時から始まってます。だそうです。だそうです。お忘れなきよ。振り返った。あ、今やってます。さすが。みんなで共有してこう、これありますよみたいな。ちょっと私が忘れ気味だったりするので。あ、20時ちょうどに、ありがとう。メールにする。メールしてんの。去年当日券あった。さあ、当日も見れたよね、少しだけど。もうすぐ埋まっちゃったけどみたい。あ、なかったよ。なかったか。そっか、ありがとう。そっか、そっか。
なんか最近力尽きちゃって、なんかそのなんだろう、もうなんか諦めて力尽きてフィーとかじゃなくって、あのなんかもうちょっと今日は無理だね、酔っぱたみたいな感じだったり、そうするね。そう、意外とそうちょっとバタバタしてたりするんですよね。振り返り時間を変更できる&キャパもあるので、お早め、あ、みんなお早めに振り返った方がいいよってことか。確かし、ちょっとじゃあメールでも言っとこう。これか、手続きはこちらからっていうんだよね。あ、でもこれが、これを貼った方が早いかな。ちょっと待ってね。
いはいはいはい。7月17日分の振り替えの振り替えのなんだろう、振り替え対応、振り替え対応が始まりました。矢印、8月20日7月15日矢印、9月2日の振り替えはまた始まります。振り替え手続きしないと参加できないのでご注意くださいだそうです。それ書いとこう。みんなできますように。あ、追加公演の申し込みが始まったね。確かし追加公演の申し込みが始まりましたね。スペサポのね、9月29日金曜日大阪ツアーの追加公演、スペースアップ先行始まりました。あれだよね、
ねえ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 、あのさ、あのね、あのね、あのさ、今売り切れてないところは申し込みできるんだよね。今さ、あの E プラスとかでさ、兵庫、福岡、愛知、新潟の夜は プレイガイド一般販売のところからさ申し込みできるよね。あ、兵庫は終わったね。それな、それな。ちゃうちゃう。福岡、愛知、新潟の夜だよね。8月19日。福岡の、一部。8月23日愛知、8月24日愛知、9月24日スタンディングまで行け。そうだよね。でもそう、お昼だけね、新潟完売してるんだよね。そうね、買えないって思ってた方、実はそう、スタンディングはまだいけるので、ぜひ挑戦してみてください。効果は E プラスだけかも。あ、ほんと。ありがとう。じゃあ、まあ、その時はその時で。その時はその時で。ローチ系だけ受付終了なんだ。2013。
と待ってね。うん、ちょっと待ってね、写真どれにしよっかなってね、みんなね、いい写真撮ってくれてるんだよね。ちょっと待ってね、ちなみにこれからカメコに入るぞって方は、割と私がもしなんかいろいろ告知だったりとかで、もしカメコさんの写真をお借りするってなった場合は、ドアップよりも私の半身入ってるぐらいの方がなんか使われやすいかも。そう、そうそう、ちょうどいい感じの、そう、なんかこう寄りすぎみたいな。でも弾くとね、確かに難しいよね。なんか周りの人が入っちゃうから難しいよね。難しいよね。めっちゃ難しそうだなと思ってる、みんな。しかもちゃんとみんなそういう時にさ、前の子がこんな感じだったら多分みんなあげないでしょ。だからそうきっと寄ってくれるんだと思う。あ、可愛いからやりたくなっちゃう気持ちもわかるけども、そうわかる、めっちゃありがとうって。もちろんまあ全部嬉しいよ。そうなんか全部嬉しいんだけど、強いて言うならなんか割とその寄りすぎずな写真の方がいろんなものに自分が使いやすいかも。自分がそうかな。引きの写真もね、そう好きだよ。そこはもう、ね、好みがあるけど、そう
そうそう、だから寄りつつ引きつつみたいな、いろんなバージョンでいっぱい撮ってもらえたら嬉しいな頼んだぞ。そう、もうなんかファンの人っていうよりちょっとカメラマンさんと話してるぐらいの、カメラマンさんにお願いしてるぐらいのテンションなので、あの趣味で行こうと思ってる方はもうその姿勢を崩さずに本当に自分の好きな感じで撮ってください。そうですね、例えば、これ横だから難しいけど、なんかこれぐらいよりなんかこれぐらいの方が好きかも。って感じかな。私はね。でも難しいよね。こんなに弾いたらさ、もう隣にメンバーとかいるからさ、ね、また難しいよね。まあその辺はなんとかなんとか。皆さんのプロのセンスに任せます皆さんのセンスにその辺は任せます。なんか私がなんかこうした方がいいんじゃないっていうより、絶対みんながの独断で決めた方が絶対そういいと思うので、こんななんかど素人が言うよりちゃんとカメラ分かってる人がね、やった方がいいと思うので、その辺はよろです。あとなんかこれかわいいなっていうやつでもね、なんかピントが惜しいなって思うと、割となんかツイッターとかではピントが合ってる方を使っちゃうかもなあ。やっぱり何人か写ってるとね、そう違う子にピントがいっちゃってて、そうちょっと甘々になってたりそうするんだよね。難しいよねって思いながら見てると、難しいよね。しかもさ、私たちさ動いてるじゃん、踊ってるし、カメコタイムさめちゃくちゃ踊ってるじゃん、踊ってるし動いてるから、もういやそりゃそうだよなって、なんか難しいよねねえ、前に出たり後ろに行ったりするからさ私がね、難しいよね。難しいよね。ハッシュタグなんだっけ、ハッシュタグ、なんだっけ、STU なんだっけな、ハッシュタグちょっとなんだっけな、あ、STU48 全国ツアー2023か、
29日金天国29日金曜日大阪西武公園の受付が開始しました。スペサポ先行受付追加公演となってね。8月19日。8月19日何曜日だ、土曜日、土曜日、福岡一部二部8月23日かっこ23日何曜日だ、水曜日、愛知、8月24日、木曜日、愛知、9月24日は何曜日だ、日曜日、新潟、2部。だよね。番申し込み受付中です。インスタグラムのライブアクティビティを許可しますか。何どういうことどういうこと。Your story appears incomplete。何どういうこと。ライブアクティビティを許可しますか。あ消えた。何。今のインスタストーリー
かみたいな話だった。わからんね。まあでも消えたからいいよ。スマホのロックを解除しないですぐインスタが起動できるようになる。へえ。あ、そうなの。写真の一言がもない。あ、メールか、メールか、メールのね。アプリを閉じた後にアプリを開くことなくアップデートがうまくいったかを確認することができる。あー、はい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 。まあだから別に何もしなくていいよか、いいってことでしょ別に。はい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 。じゃあいっか別に。何にもイエスともノーとも言わなかったけどいいってことか。了解。了解だよ。インスタも更新しなきゃな。インスタも更新しなきゃな。あ、そうだ、ちょっと待ってね。このそうテレ朝さんが懐かしいな。サマステのチケットのさ、受付ってどこでやってる？サマステ、サマステ 2023STU48、 チケットこれか、チケット選択これか。可愛い画面のやつだよね、テレ朝チケットっていう。
8月13日13時から、はい、それで13時から15時から2部チケットです。チケット受付中です。現地で参加できるチケット受付中です。なんて言ったらいいんだろう。ね、ウタバースのさ、ウタバースあ、ウタバースフェスってさ、はい、ウタバースフェスってこれ、みんな来るの？それともこれ配信チケットもあるしライブチケットもあるってことか。ウタバースは別の受付か。だからじゃあウタバースフェス、ウタバースフェスは私たちは17時15分から、って言ったらいいだろう。テレ朝チャンネル1でぜひご覧ください。13時からで、13時からの1部と15時からの2部、現地で参加できるチケット申し込みはこちらから。うん、みんなと楽しみましょう。ハッシュタグなんて言ったらいいの、サマステ2023、これハッシュタグなんだろう、サマステ、ハッシュタグサマステ、ハッシュタグサマステなのか。はいはい、
タバースの出番は19時20分から19時45分で、そのままエンディング。ん、開演は17時15分だけど、その後にトークショーもある。ちょっとこれはみんなの方が詳しい気がするぞ。これは出演者、これはさ、STU が何時からっていうのはさ、どこに書いてあるの？この17時15分開演。しかも歌バースフェスのに、テラスホームページにもタイムテーブル載ってる。タイムテーブルってやったらいいのか。タイムテーブル、頑張ろう頑張ろう。どこに書いてる？タイムテーブルが。これさ、配信チケットとライブチケットがあるってことはさ、ウタバースも現地で見れるんだよね。ってことだよね。はい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 。
はい、配信チケット買いました。え、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、え、ちょっと待ってね、タイムテーブルあるね。STU は19時20分からって言ったらいい。STU は19時20分から。ややこいな。サマステ、ハッシュタグサマステ、サマーステーション、ステーション、サマステって正式名称、音楽ライブか。サマーステーション音楽ライブ、あ、ダメだ、11文字オーバーしている、誰か助けて。歌バースってさ、歌バースフェス2023で合ってる正式名称、ちょっとみんなで連携して頑張ろう。あ、なんか違うわ、アイドル歌バースフェス、しかも歌になんかチンチン入ってる、点々入ってる。いやー、マジ足りるかな、足りるかな、あと3文字、どうしよう、どうしよう、またご覧ください、あと3文字、ここ削って、難しい、歌バフェスって公式書いてた、そうだよね、
そうだよね。あと3文字です。あ、これを削ったらいけるんじゃない？あ、ぴったり。ハッシュタグ歌場フェスってやる。じゃあこれをサマステにして、ハッシュタグサマステで、ハッシュタグ歌場フェス。あ、いけた。はい、サマーステーション音楽ライブだよね、合ってる。で、8月13日。あ、これ、いやー曜日入れたかったな、もう無理だわ。8月13日13時からですよね。で、一部が13時からで、2部が15時からだけど、そもそも公式で一部二部言ってる？一部二部方式じゃない、昼なん、なんて言ったらいいの？一部二部でいいの？これは。大鳥。はい、それでは行きます。ツイートします。皆さん、あの検閲兼ねて、検閲っていうか、その、はい、ちょっと誤字脱字、公式との間違い含め確認しに来てほしいです。あの時間が合ってるか、 URL にちゃんと飛べるか、正式名称が合ってるか。ちなみにアイドル歌バースフェス2023は17時15分からだけど、 ST は19時20分からで、合ってますか？合ってますか？OK。はい、それでは行きます。ツイートします。ポストします。行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えい、ちょっと自分でも URL に飛べるか。まずチケットに飛べた、歌バース、メタバース TV、 歌バースに飛べた、合ってる。リツイート、リプステッドバイ、あ、え、すごい、 CS テレ朝チャンネルさんがもうリツイートしてくださってる。鬼早。8日のクジラとショウタ、アルタイル、ゼクスト、イケボ、CS テレ朝チャンネル、ミキネコファミリー、G35、急行三好、コペン、クリーミー、マサルン、ホリちゃん、いいね、トメ、マニョ、ミノル、アッキ、ノーザンライト、クモ、アツシ、ナララブ、サジ、斎藤、クジラとミンミン、プー、シュン、ハマジ、オヤ、ノリ太郎、鍋、コマメ、ありがとう。懐かしい写真とお知らせありがとう。懐かしい。あ、一部二部歌バース全部参加します。さすが、ポストお疲れ様。多分内容問題ないと思います。写真めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。エミリーのパフォーマンスめっちゃ楽しみにしてます、ありがとう。リアレール飛びました、ありがとう。ありがとう、ありがとう。
完璧なお知らせじゃん。どっちも楽しみ、あとは天候だね。え、そうなのよ。でもその日に日に、最初はもう12ぐらいに台風が来ちゃうみたいな、そのまだできる前、台風ができる前はの予報は12ぐらいに来て、12ぐらいからもうなんか新幹線止まりそうな感じかなって感じだったんですけど、そうどんどん遅くな、予報が遅くなってきてるから、このまま行くと、できそうな感じはしますよね。そう、日曜日はなんとかなりそうな気がしますよね。そう、去年も台風でなくなっちゃったからね。あと個人的に言うと、多分私東京でのフェスって多分サマステは最後なんじゃないかなって思うのでね。コンサートツアーはありますし、また違う形で、例えばなんだろうな、そう、東京で何かをすることがもし今後あったとしても、この16インドのフェスってもう東京で なさそうじゃないですかね。そう、発表されてるのはそうかも。そうだよね。なんかもともと関東での16人のフェスってディフ、あとアットジャムもうね関東であるし、とあとサマステとかなのかなって、そう感じね。アットジャムは私その山口の方に出るので、そう山口にいるんで、さ今年は出られないんですけど、アットジャム、そうなの、そうってなると、もうそうラストフェスなんじゃないみたいな感じなので、ぜひそう関東お住まいの方はおはじめ、行けそうだな、見れそうだなって方は、そういっぱい見に来てください。いっぱいコールしてね、いっぱいサイリウム振ってねよろしくお願いします。そう、もうツアーがね、もう申し込み終わっちゃってるからね。そうなの、嬉しいよね。絶対的センターの1期生滝野由美子が先日卒業発表、グループでの活動もカウントダウンになる中での貴重なステージ、好評につき由美に新幹線特番での懐かしカット、嬉しいね、ありがたいね。嬉しいこと書いてくださっててね、嬉しいね。あとはそのサマステでの、サマステ、あ、サマステ、2020年は、いつ2019年ぶり、もしかして、あ、やだ、めっちゃ顔むくんでる私。あ、え、思い出した、これ私インドネシアから帰ってきた日だ、じゃない、じゃないってじゃあ、そうだ、そう、あのね、そうなの、インドネシアから帰ってきて、そう、あ、インドネシア行ってたの後から知ったし、そうだよねそう、なんかインドネシアから帰って、
朝帰ってきて、そう、そのまま会場に向かった。まあでもね、飛行機の中で寝てるから、なんかそう全然疲れたとかはそんななかった気がする。楽しかったし、普通に。そう、ただちょっと顔はむくんでる。これ確かさ、2つ以上あるからさ、2回あったんだよね、これ。なんか、なるほどね、私さ、この衣装違うので、こっちむくんでるけどこっちむくんでないみたいなのがあって、めっちゃおもろいのが、多分一回踊っちゃうと汗かいてむくみ取れるんだよねだから多分その多分一回目のやつはもう激顔むくみで出て、それでちょっとすっきりして多分二部に出てるんだと思う笑。いい写真ないかな。8月13日日曜日の テンションライブ、CS テレ朝チャンネル1で特選ごめんね、ずっと下向いてて。今次はね、インスタストーリーを頑張ってます。ごめんね。そう、最近こういう告知が全くできてなくて、なんかは知らなかったとか。あ、4年前のメール見返してみたけど、サマステの前日とは握手会だね。あ、じゃあほな違うか。じゃあ何なんだろうな。あ、どっかのさ、テレビ局のさ、フェスあったよね。テレ朝さんじゃない、なんか階段の前で踊ったやつ。
階段の前で踊ったやつ。お台場の、2019STUFest 曲が出てきちゃうかな。あ、ザ・お台場ミュージックライブだ。これじゃない？あ、なんかこれな気がする。ザ・お台場ミュージックライブ2019年のザ・お台場ミュージックライブだ。ありがたいね、いろんなところでライブさせてもらってるね。ありがたいね、ありがたいね。懐かしいね。いや、とりあえずでもツイートができたから私は。満足。ちょっと満足だわ、私。雪だわ、あとは。日曜日だよね。日曜日の13時から15時からの2つステージがあります。13時からのステージは CS テリアさんじゃなくて特選の配信されます。URL ってさ、一個さ間違えてさ、一番最後らへんをピッて消しちゃうと、もう全部さ消してやり直しだよね。今日のメール充実。告知いっぱいだけど、告知いっぱいできて嬉しい。嬉しい。
てます。8月13日、かっこ日曜日の17時15分です。頑張ってる。この日ってさ、これだけだよね。なんかいろいろ告知されてるの。3連休なんだね。もうさ、曜日感覚とさ、日付感覚がさ、なくってさ、そう、そうなんだよね。あ、高画質録画完了。現地でも見るよ。さすがだわ。超さすが。皆さん楽しみにしてるよ。公式の写真が良すぎる。懐かしいよね。文面 OK。ありがとう。ありがとう、ありがとう。懐かしいよね。よかった、できて。あ、それで、独占生配信あります。とともに、
スっぽいなんか、フェスっぽいなんか、これでいっか。お姉ちゃんと行ったカフェ、カフェ、お姉ちゃんと行ったカフェのやつも、難しいな。こうしたらいいのか。そして、現地チケットコピーして、ちょっと頑張るね。リンク、チケットはこちらから。で、8月13日、日曜日、13日、日曜日、間違えて、待ってね、待ってるよね、みんな頑張ってるよ。こうして場所、さあ場所はどこだ。場所は六本木、コカ・コーラサマーステーションライブアリーナ、コカ・コーラサマーステーションライブアリーナ、ウタバース、アイドルウタバースフェス、リンクを、チケットはこちらから
頑張ってるよ。はい、アイドルウタバースフェス、場所はさあ、一緒だよね。あのコカ・コーラサマーステーションアリーナ一緒だよね。13日日曜日、はあ、できた。インスタストーリーにも載せたし、メールも送った。あと1通来ますよ。はあ、なんかもうやりきった。あ、配信チケットも買っておけば16日までアーカイブでも見れるそうですよ。耳寄り情報。情報、ね、やりきった。超やりきった。
かった。よかった。さてさて、終わったので、からやってるし、さて、そう、今日も歌う、そう、13日まで、そう、サマステまで。なんか私カラオケにあんまり行かないんですけど、皆さんなんかカラオケの1曲目とかって大体決まってるんですか？これを歌うとなんか喉の調子的になんかこれを歌うとか、なんか盛り上がり的にこれを歌うとかってなんか大体決まってるんですか？一番最初に入れる曲みたいなの。行かないんだよね。私はじゃあちょっと盛り上がる曲を、皆さんも盛り上がる準備をお願いします。タオルぶん回す準備をお願いします。粉雪が二人を包んで、街の人もり始めても、離れたくないよこの場所から、永遠より一秒長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか
ークリスマス And I love you。 何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは暖かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス And I love you。 世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。 世界のどこかでささやく恋人たちの約束はいいと始まるのね。メリークリスマス And I love you。 メリークリスマス And I love you。 ありがとうございました。あなたとクリスマスイブでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、涼しくいきましょう。あと夏曲だね。海岸線をバスは進む。空は高気圧。これが最後の夏だから。部活のメンバーと思い出作りの合宿。全開にした窓から潮風に乗って。波音が近づいてくる。バスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう。なんでも見せ合える仲じゃないか。 What is it は女の子たちは真夏に恋して卒業をしてゆく。ガールズル彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね。ガールズルパパやママに言え。
えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで。真っ白な砂浜、青い海の色、青春はセンチメンタル、水をかけて騒いだえた、マーメイドからサンダルが脱げちゃった、ゆらゆらさざ波が運んでゆく、待ってもう少し、男の子たちがやってくる、袖まで私たちの夏、ガールと女の子同士は嫌なとこまで見せ合って、楽な関係になる、ガールといくつ恋をしたらそうなれるかな、可愛い自分だけ演じてたら無理だね、もっと今日の私のように。ガールズルール、彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズルール、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで。すると胸にガールルール。夏でした。ありがとうございます。夏ってあっという間だよね。心がザワザワしてる、最近ちょっとね、本当だから、ちょっと8月のうちにこれをいっぱい歌うと決めたので、一緒に盛り上がっていきましょう。8月のアスファルト、走る自転車は全力でペダル漕ぐ、足元地面から熱を感じるんだ、白いシャツ吹き出す汗、濡れてくっついた、加速度増せば正面からの風が心地いい、君の家まで何分かかる、照りつける太陽、油ゼミの声、坂道が辛いの、思わないのはなぜ、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ、直射日光を浴びてると
生きてるって気がするんだ。頑張って額も拭って必死に走り続けて、ようやく愛までたどり着いたら、いっぱいの水を。ひまわりが咲き乱れる空き地をこぎて、近道を抜け、ソーラーパネルの屋根が見えるまで、気づいたらもう汗びっしょりだ。荒い呼吸もほてった体も、脈拍の艶やさに満足してしまう。走った疲労感が僕は嫌いじゃないんだよ。風の中で少しずつ回復する、そのプロセス。頑張った自分を褒めたい、頑張った僕を褒めてよ。こんなに急いでやってきたんだ、いっぱいの水を。玄関で外微笑み、コップの水を出してくれた。炎天下自転車なんて、君は呆れながら。頑張った自分を褒めたい、頑張った僕を褒めてよ。どうしてこんなに急いだのか、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ。直射日光を浴びてると生きてるって気がするんだ。頑張って額を拭って必死に走り続けて、ようやく愛までたどり着いたら、いっぱいの水を。8月なのでいっぱいの水です。私があんまり歌わないこの曲で今日は終わりたいと思います。Hey.君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜明け前の海。どんな勇気出せば本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。ちょっと切れちゃった。みんな生きてる？私は生きてるよ。ごめんね、充電が。ごめんね、充電が切れました。多分携帯が早く終われって言ってます。ごめんね。なので最初からいきます。ヘイヘイ。君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜明け前の海。どんな勇気出せば
渡れるのだろう。遥かな大陸よ、本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。自分のこの手で確かめたいだけ。誰か受け入れじゃ意味なんかない。若さは向こう見ず、無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。希望という名の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする。愚かな奴だと我々だって行ったことない世界へ。 Go ahead Hey 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 hey。まだ流れていない。涙に怯えるな。未来の悲しみは後で泣けばいい。残された時間を考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく。遠くのものほど欲しくなるんだ。自分の力を試したいんだろう。近くのものなんかで妥協するなよ。いつかは気づくはず。無謀な旅で大人になりなよ。計画通りなんてありえないさ。トラブルだらけの遠回りだから、夕焼けが美しいんだ。楽をするなと今言われたって、そんな絶叫聞きたくないだろう。もっと手堅い夢ならば、いつもと同じ景色だ。 Stay youたやすい道など選んだら負けだ。根拠がなくても自信があればいい。挫折の時には味わってみろ。人生は長い。無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独な道で誰かと出会って、たくさんの愛を知った。もしもう一度やり直したって、また同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て、新しい世界を生きる。 Go ahead Hey 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 heyダン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 ちゃん、ありがとうございました。はい、無謀な夢は覚めることがないでした。ありがとうございました。今日の歌フェスは終わります。ありがとうございました。じゃあ壇上読みます。
13位ミミンさん、ありがとうございます。12位ひろかずさん、ゆみりんにガチ恋中、歌声も好きだよ、ありがとうございます。11位おいでますげんきさん、調査でみこし配信ありがとう、ありがとうございます。10位アイオンさん、ずっと応援するよ、ありがとうございます。9位いそけんさん、ありがとうございます。8位ヒロさん、ありがとうございます。7位ケイセキさん、ありがとうございます。6位ガントチャートさん、ありがとうございます。5位にもすけさん、ありがとうございます。4位に G35 さん、ゆびりん推し、ありがとうございます。3位コペアさん、ありがとうございます。2位カソウキさん、ありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。はい、ということでね、少し台風も心配ですが、また計画運休と、これからね、新しく下から来る台風とかであると思うので、お互いね、ニュースをチェックしてね、サマステできますようにと、あとあんまり遅くなりすぎると逆、今度福岡のフェスがね、に行けないみたいな人も、そう、フェスじゃないわ、そう、ツアー、そう、福岡のツアーに行けないくなっちゃうみたいなこともあるかもしれないので、そう、もしサマステに被らなかったとしても、そう、まだ油断大敵だし、もちろんサマステに被らなかったとしてもね、その間に来たりすると皆さんもお仕事だったりとか、いろんなことに支障が出ると思うので、お互いね、こまめにチェックし合いましょう。まあでも安全第一で過ごしましょうね、お互い。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさーい。サマステのやつまとめたので、まだ見てない方はツイッター見てね。おやすみなさーい。